騙す相手に電話をする、いわゆるかけ子の仕事を俺に与えた。すごい血入れてた。病院に一緒に行ったんだけど、その人の関係者がヤバい人たちで、慰謝料払うって、おばあちゃん、どうしよう、助けて、200万5分以内利用しないと。俺と、ああ俺、お疲れ。お疲れ。お前政治犯のヘルプ終わったのか。終わった。そっちは何してたんだよ。秘密、新しいネタ任されたんだよ。あ、お前ピンでか。そうだよ。どういう内容。だから今は秘密だって。もっそう。今日何時に終わる。飯食い行かねえか。無理、まだこれから調べることがあるんだ。まあ無理はすんなよ。おう、ありがとう。今までこういう仕事は冠城がやってきたんだよな。あいつ確かに潜入捜査って得意だけど、好きなわけじゃないんだよ。いっぱい嫌な思いしてきたんだろうな。しょうがねえな。今回はこの俺があいつのために一肌脱いでやろうじゃねえか。はーい。失礼します。はい、どうぞ。バイトの面接に来ました、佐藤です。よろしくお願いします。はい、どうぞ。そしたらさ、相手の家族めっちゃ怒ってて、金払えって、200万払えって言っててさ、俺もどうしたらいいか分かんなくて電話しちゃった。じゃあ今弁護士さんに代わるね。お電話かかりました。弁護士の井上と申します。お世話になります。気になる。あ、いいえ。お金欲しいよ。はい。じゃあ大丈夫だよね。はい。君も早稲田か。実も俺も早稲田なんだよ。もちろん存じてますよ。田村先輩は自慢の OB ですし、95年秋の早慶戦での優勝を決めるホームランは今も伝説ですし。嬉しいね。お、演劇部。はい、セリフ覚えるの早いんですよ俺。採用、君に決めた。本当ですか、ありがとうございます。あれやって。あえいうえお青。あえいうえお青。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪。いいね。バス、バスガスガス。はい、バス、バスガスガス。バス、爆発。そうです。ああ、そう、そんな感じで。セリフを覚えるのは得意なんですけど、早口はちょっとあんまりで。採用。本当ですか。うん、ありがとうございます。よろしくね。はい、頑張ります。うん、潜入はうまくいった。もしもし、おばあちゃん、あの友達とドライブしてたんだけど、男の人がいきなり道に出てきて。田村は俺を後輩だと信じた。そして騙す相手に電話をする、いわゆるかけ子の仕事を俺に与えた。すごい血入れてた。病院に一緒に行ったんだけど、その人の関係者がヤバい人たちで、慰謝料払うって、おばあちゃん、どうしよう、助けて、200万5分以内利用しないと、俺どうなるか分かんない。怖いよおばあちゃん、もう話なんて通じないよ。あっちはヤクザで、抵抗したら俺殺されるかもしんない。振り込みじゃダメなんだよ、欠勤で。
誠意見せなきゃいけない。ありがとうおばあちゃん。OK 受け子に LINE 送った。返事はすぐ出るって。よし OK。 飯行ってきます。おいってらっしゃい。佐藤君どう、覚えられそう？はい、すぐにやれそうです。マニュアルはしっかりしてるんで。頼もしいね。俺らも牛行く？あ、いいっすね、うん、ラーメン。あ、行きましょう。大盛りにしちゃって。ありがとうございます。ネギがうまいんだよ。おばあちゃんどうしよう、助けて。200万、5分以内に用意しないと。俺どうなるか分かんない。売り込みじゃダメなんだよ。激で誠意見せなきゃいけない。ありがとうおばあちゃん、ありがとう。OK 受け子に LINE 送った。返事はすぐ出るって。よっしゃ、よし、OK、おのり一人で証拠つかんだか。はい、それにあの会社の共同経営者は山口という半グレの男です。あ、半グレか。危ない橋渡らして悪かったな。で、間違いないか。ラーメン食べながら田村さん本人から聞いたんで。そうか、大丈夫か。大丈夫です。よし、2週連続で行こう。まずは事実を記事にする。そして翌週田村が逮捕される絵をダッシュ。関東っすか。もちろんだろ。カブ、逮捕の瞬間いい写真頼むぞ。そう。はい。秘密の仕事ってこれかよ。おう。デスクもよくこんな詐欺まがいのことお前一人にやらせたな。速攻バレそうなのに。バーカ、お前にできて俺にできないわけねえだろ。現にうまくやったし。抵抗なかったのか。まあ仕事だし。何？別に。なんだよ。この時俺はこれが鏑木との間に取り返しのつかない大きな溝を生むとは全く思ってなかった。取れたぞ。それからも鏑木は俺に冷たいままで。